皆さん、こんにちは。弁護士の田中です。こんにちは。スポーツキャリアプロデューサーの善福真奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はちょっと本を取り上げようと思ってまして。はい。で、元徳島ヴォルティスでプレイされてて、そう、クリアソン新宿っていうチームに移籍してきて、一応今年も選手としては引退されたらしいんですけども、井筒陸也さん。はい。名前は知ってます。いますね。また結構 YouTube でも ジソっていうチャンネルやってね、結構いろいろ情報発信されてる方で、この方がタイトルは敗北のスポーツ学、セカンドキャリアに苦悩するアスリートの構造的問題と解決策っていう、まあ、ちょっと仰々しいタイトルなんですけど、まあこれは多分もしかしたら出版社がつけたかもしれないんですけど、まあ結構多分井筒さんがずっと、まあ自分が、ね、選手なら考えてたこととか、セカンドキャリアと、まあ、言われる問題についていろいろ語っているので、興味深かったので、お話ししようかなと思ってまして。です。まあ結構自分の、まあ、経験から基本的には書いてるんですけど、私もそうなんですよ。あんまりなんかアスリートのセカンドキャリア問題っていうのはなんか、問題っていうほどの ものなのかって私も結構思ってはいて、で、これ、まさに書いてあったのが、まあアスリートのセカンドキャリア問題っていうものは、学生の就職活動の悩みと同じ諦めをするものであり、取り立てるほど問題ではないってことを書いてました。まあ、要するに普通の人は、ある意味、高校とか大学の時に、まあ、同世代にちょっと、一世のせいで、まあ、こう、社会人生歩まなきゃいけないんですけど、まあ、それがスポーツ選手っていうのは、そういうタイミングが分かりやすくないので、なんかちょっと、まあ、タイミングとか、その時の考えっていうのは、まあ、一般化されてないのかもしれないですけども、まあ、ある意味なんかそれっていうのはみんな誰でもやってることだよねってことを書いてる感じですね。うん、うん。善福さんはこれセカンドキャリア問題って言われるとどういうふうに考えますって。ああ、でも私今去年からシステムデザイン思考っていうのを学んだんですね。はい。で、その社会の仕組みの中でアスリートのキャリアの課題がどういうことが起きているのかっていうのを、そのシステムとか仕組みの中での問題として捉えたときに、確実に大きな問題ができる分岐点があるっていうのはちょっと見つけていて、なので、まあその高校とか大学の後の進学とか就職とかの課題と同じとは言い切れないかもっていうとこもちょっと思っていたりっていうことと、そうなんです。あとやっぱり、井筒さんって結構早く辞めてるじゃないですか。そうですね。20代。そうですね。今1994年生まれなので、27ぐらいですかね。今が27ぐらい？まあ27、そうですね。今年8になると思いますね、多分。うんうん。なんか、結構 J リーグを引退した年齢も早くて、20代。で、それって、J リーガーで言うと、まあ、平均的な選手生命って3、4年とかだから、なんか、そこで言うと、まあ、最初の契約した、その、契約期間が満了になって、0円提示されて、そのまま行き先がなくなったっていう選手と、確か J リーグを引退してる年齢はそんなに変わらないっていうところで言うと、逆に彼の中ではもうビジョンがあるからそういうことができたっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ、その年齢だったら多分変わらないと思うんですよね。大卒とか、第二新卒とかと変わらないので、はい、で就職したけど、まあ、合わなくて、ちょっと他もう一回転職し直すみたいなのと変わらないけど、これやっぱり、5年、10年ってやれていくに従って、社会に出た時とのギャップとか、例えば30代とかもね、活躍できた時に、やっぱり世の中ではビジネスの世界で中間管理職だったりとかしてて、じゃあそこにそのビジネス経験のない人がいきなり社会に出て、サッカー以外の仕事をやるってなった時に、そこは全く課題がゼロかとか、キャリアに課題がないかって言ったら、ないわけがないと思うんですよ。そこまでサッカーしかやってこなかったとかだったら。なので、はい、年齢と段階で、
だ一括りになってるから、ちょっと違うのかなと思うんですけど、うん、キャリア課題。まあまあまあ、そうですよね、本当、うんうん、まあ、本来的には、そう、種目にもよるし、うん、まあ、まあ、そもそもね、高卒の人と大卒の人はね、やっぱりかなり近いと思いますね、うん、そこら辺がまあ、うん、これちなみに、伊豆さんも書いてるのは、まあ、サッカーしかしてこなかった僕たちが、サッカー以後の人生でも、うん、まあ、頑張って普通に会社勤めをしてる人たちよりも、楽に稼いで悠々自適に生きていくことのできるはずがありませんって書いて、まあ、まあまあまあ、それはそうといえば、そうですね。まあ、ジェフさん、そうそう、おっしゃってた、そうそう、おっしゃってた通り、まあ一番最初にね、何も、まあでも何もないっていうこともないんですよ。まあすぐに確かに分かりやすくビジネスに役立つことは、まあなかなか最初は見つからないのかもしれないですけどもね。うん。あとなんか、ビジネスに関わってる人たちとかの方が、結構自分の振り返りとか、例えば、ビジネスマンとかだと、やっぱりそのブラッシュアップするために、ビジネス的な研修とか、まあ、自分で勉強するとか、本読むとか、まあ、自主的にやっぱりやる人って一定数いるじゃないですか。で、サッカーにもそういう人はいると思うんですけど、サッカーをずっと学び続けるとか、まあ、それこそ、ね、どん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 海外のサッカー見ながら、いろんな方法を取り入れるってやってるような選手とかもいっぱいいる一方で、前私サッカー選手に聞いたら、僕は別に憧れとかないんでサッカー一切見ませんみたいに言ってた選手がいて、それすごい衝撃だったんですけど、分析もしないのかなとか、だからそういうのもなんかあるので、そこはもう究極言ったら個人差だと思うけど、個人差と意識の問題ではあるんですよ。でもやっぱ社会が作り出して、仕組みが作り出してる影響っていうのは絶対あるからっていうとこが、井筒さんってでもすごくバイタリティありそうな気がするんですけど。そうですね、すごいエネルギーもあり、多分本とかも多分相当読んでる感じですね。そうですよね、そうなんですよね、そういう感じがします。うで、うん、でさっき全福さんおっしゃってたのと、まあね、選手がやっぱりどう考えるかっていうので、実際やっぱり J リーグがなってる人もほとんどはある意味、なんでサッカーを始めたのかとかって、別に考える間もなく、まあ、自然とサッカーを始めてたみたいな。うん、もう始まりがそんな感じで、まあどんどん、まあ上手くなってそれがまあ楽しくやっていくみたいな形なので、うん、そもそもなんでサッカーをやるのかとか、それが将来どうなるのかみたいなのは、まあね、小さい頃は誰も考えてないわけで、うんうん、それが多分ってことをやっぱり書いていて、で、それを多分どっかでね、意識的に、そういうことを考え出すかどうかっていうところで、多分差がつくんだろうなと思います、ね、うん、そうですね。それが選手の間にきっかけがある人もいるし、うん、やめてから慌ててやるっていう人も、まあ、いたら、やめてもやんない人もいるし、うん、なんとなくこう流れで、なんかやらなきゃでやってるっていう人もいるから、うん。まあ、別に面白いですね。ね、まあ、まあ、やめて別にサラリーマンやるのが全然悪いわけでも何でもないですからね。うんうん、そうなんです、そうなんですよ。そこで伊豆さん書いてるのはなんか、このセカンドキャリア問題って言われるのは、まあ、要するになんか、世の中的に輝いてたアスリートは、やめた後も輝いてほしいみたいな、そういう発想がなんか、やっぱ裏にあるんじゃないかみたいなことを書いてまして、うんうん、まあ確かにそう思ってる人もいますよね、なんかね。その、うん、ある意味サッカーで、成功したんだから引退後も成功すべきだというか、ね、して叱るべきだっていうふうに思ってる人が、うん、多分一定数いて、だからなんかある意味普通に過ごしてるだけなのになんかあんまりうまくいってないかのような捉え方をされちゃうっていうのはある気がしますよね。うんうん。でも私なんかよく思うのは、プロ野球選手でサッカーは結構いますけど、プロ野球選手でお父さんプロ野球選手で子供もプロ野球選手ってまあ、やっぱり例少ないじゃないですか、圧倒的に。うん、うん。日本だと。まあ、有名なのは、長嶋監督とね、長嶋一茂がいるんですけど、うん、でも逆に言うと、プロがついただけでもすごくて、普通にプロになれる確率って考えたら、うん、その2代連続でなれるっていうだけでもすごいのに、うん、なんか、一茂はなんか失敗作のように語られてるのが、すごいかわいそうだなっていう。逆に、ね、長嶋監督の息子でプロ野球になれただけです。すごいことなのに。多分みんな長嶋監督の息子なんだから、もっとすごくなってほしいっていう、なんか勝手な思いがあるのかなとか。勝手な期待を寄せているっていう。ですね。
でもよくよく考えたら、その期待を一手に背負ってね、プロまでなれた方がよっぽどすごいっていう。すごいっていうね。でもそうですね。でも割とアマチュアスポーツだと、親が監督とかコーチ で、うん、で、子供もなんか2世代オリンピックとか、うん、オリンピックまで行かなくても全国レベルとかにはなってとかっていうの、はい、アマチュア競技だとそのパターン多いですよね。そうですね。結構来ますもんね。うん。親子とか兄弟とか。何、うん、ですかね。プロ、やっぱプロはそこはちょっと一つハードルありますよね。そうですね。あと、まあ、正直マイナー種目だと、まあ、まあ、競技人口的な問題はやっぱりあるんだとは。ああ、そうですね。ね、家族が人生かけてやってる人はやっぱり人数的にどれがいるかっていうと、やっぱり、うんうん。そうですね。と思いますね。うん。だ最近女子ゴルフとかはだからすごいですもんね。やっぱり一気に倍率が上がって。もうみんな女子ゴルフはやっぱり親がすごいですね。あれなら逆に確かに親からすると自分が何か起業してうまくやるよりも子供がプロになってくれて稼げる可能性にかけたいって思ってる人も中にいるかもしれないし、まあ実際あ面白い、うん、普通の親からしたらね、大金稼ぐ一つの方法と思ってる人もいなくもないかもしれないです。まあまあ夢を託してるっていうものはね、全部になると思うんですけど。うん。いや、面白いですね、そう考えると。でもやっぱり、ゴルフもね、確かに女子すごい増えてて、プロを目指して、親がすごく一生懸命サポートしてるみたいな。だからまあそうやって考えていくと、スポーツって、こう本当になんかある一定ゾーンより上を目指そうと思うと、まあ、家族の協力なしではできないっていうところと、逆にその本人の冷静さに対して家族の方がこう必死になってしまうこととかもあったりして、その環境の難しさっていうのはやっぱりあるのかなと思いますけどね。そのスポーツしかやってこなかった、さっきの伊豆さんもね、サッカーしかやってこなかった僕たちがって言ってて、まあ、私の周辺でもやっぱりそのスポーツしかやってこなかったっていうフレーズを言う選手とか、まあ、指導者の方とかも多いんですけど、なんかそういう環境でないとそうなれないっていうのが特に日本って色濃くあるので、なんかアメリカとかだと別に大学の段階でそれこそ私業のね、資格取ってたりとか、ドクター、医者の資格を取って、でそれでメジャーリーガーになる人とかだって いたりするし、で、まあ大学スポーツもね、すごい向こうだとディビジョンがすごいこうあって、もう上の方でやるとプロレベルだけど勉強絶対しないと試合出れないとか、そういう条件の中でやっぱりやっていたりするので、なんか日本ってスポーツをやる、で、上を目指せば目指すほどスポーツだけやってろみたいになって、本来やらなきゃいけない勉強とかも、まあ、なんか優遇されて、なんかやんなくていい雰囲気になったりするじゃないですか。今はだいぶそれはなくなっては来てると思うんですけど、どっちもちゃんとやろうっていうので。そういうのも大きいかな。なんかやるべきことをやって、スポーツもやって強くなるみたいな。あ、でも確かにその環境はありますよね。やっぱ周りがそういう雰囲気だから、うん、なんか やらなくていいっても変ですけどね。うんうん、競技だけやってればいいってみんな思いがちですけどね。逆に多分もう、やるの、他のこともやるのが当たり前ってなれば、多分、みんな普通に当たり前にやるようになると思うんですよね。そう。だからなんかそういう風潮とか基準値みたいなものが、やっぱ海外を見てみると、割とちゃんとやるべきことやってないとそもそも試合出れないみたいなこともあったりするし。そうですね、うん。大学の成績がね、一定数いってないといけないとか。そうなんですよ。だからそういうのを考えると、なんか、そういう意味での仕組みも含めて、なんか、もうちょっと、両方いい意味で切磋琢磨できる環境っていうのは、もっと若年層からできるのかなっていうのもあるし、まあ、子供の頃から勝利至上主義じゃなくてもいいんじゃないのっていう話も今、まあ、出てきたりしてるので、まあ、自分がやる必要のあることをしっかりやれる環境、環境とか仕組みっていうのをやっぱ作っていくのも、こういうなんかあえて問題って言わなくていいのは、まあ、ちっちゃい時からの環境づくりが重要かなと思ったりはしてますけど、はい。
ちょっとこの本、まだちょっと取り上げたいところいくつかあるので、ちょっと、はい、ぜひぜひ。後編に続きますって感じで、一回ここで、はい、いますんで。はい。はい。どうも、ありがとうございました。ありがとうございます。